はい、どうも中の人 B でございます。今日はね、バトルフィールドにさよならをということで、まあ、BF4 ね、まあ、フラゲとか、あとは海外版のアカウントを使ってダウンロードしてる人はもうね、バトルフィールド4じゃなくて、ハードラインやれてる人とかもいると思うんですけど、まあね、一応今日が、バトルフィールド4のね、最終日かな。まあ、やることは可能なんですけど、まあ明日ね、バトルフィールドハードラインが出るということで、まあ文字通りファイナルスタンドということで、ファイナルスタンドの動画をね、用意しました。で、バトルフィールド4ね、もう終わりっていうか、まあ一旦はね、これで決着がついて、まあ新たなゲームであるハードラインがね、で、やっと出てくれて、やれるんですけど、まあ今日はね、まあ、僕の、まあ、中の人映画ね、バトルフィールド4の思い出について、まあ、少し語ってましたけど、まあ、僕のね、バトルフィールド4のね、お話というかね、最後のお話をしようかなと思いますね。まあ、バトルフィールド4はですね、まあ、中の人 B にとってはですね、中の人がバトルフィールドを始めたのは、ほとんどバトルフィールド4が初めてかな。一応ね、プレイステーション3の頃はですね、バトルフィールド3がね、買ったんですよ、確か。買ったんだけど、もうバトルフィールド4が出るね、3ヶ月ぐらい前かな。もう実質バトルフィールド3をやってる人はかなり減ってて、まあみんなね、4が出るのを待ってるみたいな状態の時に、バトルフィールド3を買って、まあやったのが初めてのバトルフィールドでした。なので、バトルフィールドバッドカンパニー2とか、まあバトルフィールド2とかね、そこら辺のシリーズはですね、全くやったことがないんですね、バッドカンパニー系とかは。けど、バトルフィールド初めてやってね、まあ、あの頃は、まあ、コールオブデューティーとバトルフィールドのゲームの比率で言えば、まあ、コールオブデューティー8のバトルフィールド2って感じでしたけど、まあ、だんだんね、BF4 が出て、まあ、4が出た時は何だったかな、確かゲーム。ゴーストじゃないな、多分 BO2 かな。BO2 とバトルフィールド4。まあ、だんだんね、3746みたいな感じで、だんだんバトルフィールドの比率が上がってきて、まあ今はね、まあ PC 版もやりだしちゃったので、まあ、コールオブデューティとバトルフィールドの比率は、まあ1対9か28ぐらいかな。まあ多分19ぐらいかな。コールオブデューティ1のバトルフィールド9ぐらいの比率になってきましたね。まあ結構ね、僕は骨董が大好きで、コールオブデューティをずっとやってたんですけど、バトルフィールドいざやりだしてみたらね、ハマっちゃって、まあやりだしましたね、こうバトルフィールドをたくさん。結構ね、まあ動画もね、毎日上げられるぐらいやってるので、まあ割とね、コアゲーマーの方にカウントされると思うんですけど、FPS 初めてやったのはコールオブデューティモダンウォーフェア2ぐらいからでしたけど、まあモダン2、モダン3、あ、モダン2、ブラックオプス、モダン3、BO2、ゴースト、アドバンスオフェアっていう流れでしたけど、まあ、ゴーストが出た頃はね、やっぱりまあBF とコールオブデューティの、ゲームする比率半々ぐらいになってたんで、やっぱりバトルフィールドはね、結構、4は印象的なゲームでしたね。やっぱ4はそんだけ面白かった。3もね、なかなかにいいとこ多かったんですけど、今から思うとね、プレイステーション3のスペックだと、やっぱり FPS が30ぐらいしか出てないし、プレイステーション4になってね、改めて気づかされましたけど、回線面についてもかなりね、いろいろ不安定なところもあったかなっていうのが、正直僕の印象でしたね。逆に、バトルフィード3 PC 版でね、まあ、結構僕はやったりするんですけど、PC 版のバトルフィード3はですね、やっぱりコンシューマーのものとはやっぱり機械がね、駆動させてる機械が結構ね、スペックあるので、いろんなことがね、グラフィックにしろ何にしろ、グラフィック回線周りとか、その他ね、エイムするにしろ何にしろやりやすいところが多いですね、やっぱり。まあ、結構ね、PC のコミュニティっていうのはですね、非常に小さくて、特に日本ね、日本はやっぱりソニーと任天堂の国なんで、パソコンでゲームをする習慣がある人間っていうのがですね、非常に少ないと。なので、一応ね、プラットフォームごとの人数で言えば、プレイステーション4とバトルフィールド4を PC でやってる人の人数はですね、パソコンでやってる人の方が多いんですよ、一応。
けど、それはあくまで欧米とかね、ヨーロッパの話であって、日本は、PC 版とプレイステーション4版やってる人の比率はですね、2倍とか3倍じゃ効かないレベルで人がいませんね、やっぱり。だから日本のサーバーっていうと、やっぱり結構限られてきちゃって、やれるところもね、狭くて、いつも同じ人とやり合うってことはね、さすがになくても、割とね、なんか1週間やってれば、またこの人だわみたいなこともあったりするんで、プレイステーション4、プレイステーション3って今いろいろありますけど、FPS にハマってってね、どん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 いろんなゲームやりたいと思ったらね、ぜひね、プレイステーション4とかでハマった方はね、頑張ってお金を貯めて、PC のゲームもね、やってほしいかなと思います。僕から一つ言えばですね、パソコンで FPS しちゃうとコンシューマーには戻れない。これはね、ありますね、実際。僕が使ってるパソコンはですね、やっぱ結構お金出したんで、パソコン僕は素人なんでね、これがどういったものなのかちょっとよくわかりませんけど、なんだっけ、グラフィックボードが確か GTX の980っていうやつを使ってて、これが結構ど、あの、なんて言うんですかね、いいものだということを聞いたので、それが値を張って、で、加えてマザーボードも結構良くしなきゃいけないんで、確か6コアとかのマザーボードを使ってるんで、マウスパッドとか、マウス、キーボード、その他のね、周辺機器とか、いろいろ合わせたら、やっぱりパソコン本体だけでもやっぱり30万近くいってて、そういうの合わせたら30万超えてたんで、やっぱりコンシューマープレイステーション4の4万円と30万円とか、本当はね、自分で組み立てたりすれば10万円、15万円ぐらいでバトルフィードできる PC とかも買えるんですけど、やっぱりパソコンに詳しい人ばっかりじゃないし、なんていうのかな、学生とかはね、やっぱりそこまでお金ないと思うんで、人それぞれなんでね、やっぱりPC でゲームをするっていうのは結構ハードルありますけど、パソコンを買って FPS をすれば、後悔は絶対ないと思うんで、ぜひね、FPS に今ハマってて、もっとね、ハードに FPS をしたいという方は、どんどんね、PC のコミュニティに入ってきてくれたら、僕やね、他の PC ゲーマーの方は喜んで歓迎すると思うんでね、やってほしいなと思います。で、バトルフィールド4のね、思い出の方に戻るとですね、ほんとね、このチャンネルを始めたきっかけがバトルフィールド4なんでね、このチャンネルはバトルフィールドともとと共に歩んできたと言っても過言ではないくらいね、BF の動画をたくさん出しました。コールオブデューティーゴーストとかもね、当時僕が動画を始めた頃はですね、ちょうど発売してた時期なんでやろうと思ったんですけど、あれは黒歴史、いろいろね、ゴーストに関してはいろいろ言われてるゲームなんで、あんまり突っ込んでは言いませんけどね。ゴーストは、市場っていうかね、YouTube の市場を見ても上げられてる動画はね、やっぱり比率少なくなってくるんで、言わずもがななゲームでしたね。僕も正直ね、最強武器がね、ハニーバッチャーっていうサプレッサー付きの武器だっていうのが、なってて、正直楽しめたかどうかって言われると、微妙でしたね。やっぱ、コットのサプっていうのはですね、BF のサプとかに比べて、やっぱデメリットがね、少ないっていうんですかね。付け毒みたいなところがあるんで、その武器付けて、しかも、デフォルトで付いてて、しかも杖みたいなことになっちゃうと、どうすんのみたいなね。しかもマップ広いから、6人しかいないのにマップ広いし、サブ武器最強で、で、スポットとかなくて UAV 出さないと敵見えないみたいになってるんで、かなりプレイステーション4は回線が良くて速攻死んでってのも相まって、静かな戦場があってね、まさかのコールオブデューティーで、チームデスマッチ7500スコアのチームデスマッチが時間ギリギリ終わんないっていう試合がね、3試合ぐらい連続して、ああ、もうこのゲームやめようって思っちゃったかな、さすがに。ドミネだとちょっと話は変わってくるんですけど、僕はチームデスマッチをね、楽しみにやってたので、そういう意味ではね、ちょっとゴーストは肌には合わなかったかな。正直ハニーバッチャ使えば KD3 でも4でもいけるんで、って感じでしたね。ハニーバッチャ使って無双しても全然面白くないっていうのかな。
逆にハニーバッチャー以外の武器使うと近距離勝ち、勝ち合って負けることがあるっていうのも、まあ、ちょっとね、あれって感じでしたけど、まあそこら辺に置いといて、まあ戦場変わってね、アドバンスオフェアですよ。アドバンスオフェアはね、コールオブデューティーがね、ずっとなんか同じものをね、コピー&ペーストでやり続けてきたっていう風に言われてた中、大きく変わった一歩だったんで、あのゲーム僕は結構いいゲームだなと思いましたけど、まあ、ただね、ゴーストの反動からか、あの兵士のスピードであのマップの狭さっていうのもあってね、まあ、割となんかリスとかも荒ぶってることもあったんじゃないかなと思いますけど、アドバンスオフェアの2とかが出たらね、そこら辺も結構改善されて、まあ、よりゲームとして完成度高まるんじゃないかなと期待してはいます。で、BF4 ですけど、BF4 はですね、当初ランチがひどかったっていうのは、まあ、公式が認めて、まあ、株主に対してもね、詫びを入れてるレベルなんで、BF4 がね、必ずしも満点のゲームかって言われれば、まあ、そうじゃないと僕は思いますけど、ただ、開発者側のね、ダイスさんたちが、まあ、そういったね、批評にめげずね、CTE とかね、いろんな形をとって、まあ、パッチをね、一生懸命作ってくれたおかげで、最後ファイナルスタンドまでここまでたどり着いて、いろんなね、今までみんなが不満を抱えてた部分とか、なんとかね、改善をしようっていう努力が見られて、様々なパッチが入ったと思うんですよ。そういうね、一歩一歩な修正が、まあ、今の BF を築いてくれて、ハードラインにもね、フィードバックがね、されてて、まあ、BF っていうゲームが、まあ、より良いゲームになったと思います。そのおかげでね、僕ら実況してる人たちも、まあ、ゲームをね、快適にできて、まあ、いろんな動画をね、作ることができましたね。なんで、この本当にね、バトルフィールドってゲームは、まあ、僕にとっては、チャンネルを作ることができて、まあ、たくさんの応援を得ることができたっていう面でも感謝してますし、ゲーム好きの僕にね、素晴らしいゲーム体験を与えてくれたというゲームで、この BF4 は忘れることのできないゲームとしてね、僕の中に刻まれました。ということで、もう BF ね、まあ、終わるみたいな話出てるんですけど、なんかバトルフィールドの4の開発者の人たちは、なんかまだ終わらないよみたいな雰囲気出してて、なんか CTE とかでもね、なんか追加のマップあるよ的な雰囲気出しつつ、夜間マップっていうんですかね、なんか夜の状態になってる初期マップみたいのも開発しちゃってて、まあ実はそれも CT でプレイできるんですけど、なんかいろんなね、パッチがね、まだまだどうやら出ちゃうそうなんで、なんか BF がね、4、まあこれで終わりかと思いきやハードラインが出ても、なんかいろんなパッチとかね、修正が入ってまだまだ楽しめるゲームになるということなんで、まあその都度ね、もう発売してから、まあ、1年以上経過してるゲームなんですけど、まだまだね、皆さんを楽しませることができるコンテンツである BF4 として、まあ、動画のね、投稿を続けていけたらなと思ってます。まあ、まだね、動画の方2分ぐらいあるんですけど、まあ、僕からね、BF4 に関するお話はその程度なんですね。ではね、今回の動画楽しんでいただけたでしょうか？楽しんでいただけたらね、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、コメント欄にいてね、皆さんの BF4 についてのね、思い出とか、まあ、何でもいいんでね、このね、うちのチャンネルに関するね、要望とか、まあ、こんなこと BF でありましたみたいなね、お話があれば、まあ、ぜひね、コメント欄について、コメント欄ね、投稿していただいて、みんなでね、BF4 について思い出とかね、お話とかを共有できたらいいなと思ってます。ではね、こんな感じで終わりたいと思います。中の人 B でした。